メンバーが変わりましたので、こちらの方から自己紹介をお願いします。はい、私のマーカムインターナショナル株式会社の塩谷と申します。本日ですね、弊社はですね、シャンパンカーボン、あとはシャンパンドラブリーという形のシャンパンの代理店をやっておりますので、この後、簡単にご紹介させていただきます。今日はお誘いいただきましてありがとうございます。いつもありがとうございます。山さん、よろしくお願いいたします。谷さんは皆さんも全国に知ってますから。何にも出してませんけど、谷さんです。よろしくお願いします。すいません。で、新しく、七重で、七重ママがぜひお願いしますということで、違うママが七重の自己紹介お願いします。はい、ピザクラブ七重から参りましたシャラと申します。よろしくお願いいたします。英語で何かできますか。いいですか。はい。Hello, everyone. Nice to meet you. I'm Shara Nakajo. Are you sure? Yeah, I'm speaking English because you're so good. Yeah, very good. Yeah. あのね、銀座マンを、ね、彼女自身もそうなんですけど、うん、この番組を世界に広げようと、アメリカ英語で使うと、視聴人数増えるじゃないですか。で、彼女は英語を10年アメリカにいらっしゃって、だから、そういう番組を自分でも作られてる。いいじゃないですか。最高でしょ。ベビー。ベビー。一時英語の通訳つけてたじゃないですか。一時、向こうでやってる。やってる。はい。だから今回また彼女が出て、とりあえず英語でいろいろ説明して。いいですね。はい。インターナショナルな銀座ワン。はい。マチさんはもうね、先ほど紹介しました。マチフカサです。クラブレイから働かせていただいてます。霧島夏です。よろしくお願いします。今日照明係で呼んだんですけど、出てすいません、出しゃばりました。よろしくお願いします。照明のコードはちゃんとしておいてくれ。すいません。久々の登場で、浅野先生。弁護士の浅野でございます。よろしくお願いします。先生、痩せたね、ちょっと。20キロぐらい行きました。20キロ。それは何か意味があって来い。重症化を防ぐために。やっぱり減量しなさいって言われて。そうですね、周りに結構いろんな例を見るので、痩せとこうかなと思います。でも、はい、もうちょっと先生が太ってた方がいいかもしれないね。やっぱりこう、ね、弁護士さんとこうやられてこう、貫禄っていうのはおかしいけど。そうですね、ね、貫禄がなくなったってよく言われます。浅野君はまだ結婚してないの。そうですね、まだしてないです。東大での独身バリバリの弁護士ですから、はい、まだ 30? 36になりました。意外と募集中です。僕ね、20代の方が知ってるんですよ。はい、若い頃からお世話になってますので、あれですけど、はい、もう結構行きます。銀座はもう最初の頃からね、結構出てますよ。そうですね、だってもう、ずっとね、若い時からね、出てますよね。出世しちゃって、銀座で事務所から。自分で、勤めてるわけじゃなくて、自分で、何人か、今何人ぐらいいるの？今、弁護士5人います。すごい。それを束ねて。はい、浅野法律事務所、はい、いいですね。よろしくお願いします。はい、頑張ってる。そしてまた独身なんでね。いい人がいたら結構束ねてるし、あると思うよ。あると思うよ、ね、ということでまた、はい、よろしくお願いします。ちょっとシャンパンのじゃあ温度を、ね、谷さんに取ってもらって。あ、シャンパンが回るね。ぜひ、ね、やっぱりこの、レイカーオープンして、クラブレイカーですね。クラブレイカーオープンしまして、レイカーマンもよく知ってまして、はい、これだ、ドーマさんが一緒に出させていただいて、はい、この店がますます発展し、そしてまたこういう、嫌なコロナ禍ですけども、これを乗り越えて、そしてまたこの今日銀座にご出演の皆様のご健康とご多幸を祈願しまして、乾杯したいと思います。これ高らかにお願いします。乾杯！乾杯！いけね、でかい声出して、マスク、ごめん。おめでとうございます。ありがとうございます。うまいね、やっぱり。ね、やっぱり、ドマね、ドマブリってね、うん、この前、アルマンドのね、所長、一緒にアルマンドの町でもってね、そこで席でお祝いに来てくれて、ほいで、ドンペリとアルマンドと、ブーブとベルーホップと飲んだの。お客さんも言ってた、一番うまいって。いいじゃないですかね。すごい飲んでる人が言ってた。あ、そうですか。やっぱり、ね、フルーティーだからね。いろんなの飲み比べたら分かるもんね。ドラフリーっていうのはマダムが作っておりまして、はいはいはい、お母さんが作って、お母さんが作ってるのはドゥバブリー。ドゥバブリー。息子が作ってるのがシャンパンカーボンっていうこと
ので、あの女性らしいこうなんですか、寄り添うシャンパンとして非常にこう評価をいただいているかなという印象があります。ですから女性の口にはかなり受け入れられるのかなと思いますね。男性だとやっぱりそうです、シャンパンカーボン、女性にはこのドゥバブリー、マモなんかさ、銀座はどのぐらいですか。私は今1ヶ月半くらいです。銀座って、ママ初めて1ヶ月半なの。その前どこですか。アメリカです。ずっと、あどこアメリカのどこですか。ロサンゼルスです、はい、LA ね。そうです、はい、ね、じゃあアナハイムとか、ね、あのアナハイム、はい、あ大谷が頑張ってるそうですね、はい、近くです。近くだよね、はい、ママはさ、はい、あのいろんなほら、まあ、アメリカの文化とかいろいろ見てるんですけど、日本の銀座の一流店のそういうなんか、ショッキングなことって何かありました。ショッキングなことですか、ま、もともと生まれは日本で、育ちも日本で、あの東京の大田区出身なんですけれども、どちらかというと、こうやっぱりあのすごく敷居が高いっていうあのイメージがすごく先行していて、例えば、若い実業家の方々、本当は銀座で飲みたいんですけれども、やっぱりその受け入れが、門戸が狭くてですね、六本木ですとか西麻布の方に流れていってしまうっていう、その若い世代の方々、こういう方々 の, 受け入れがまだ少しちょっと狭いのかなっていうような印象を受けました。はい、なるほど、はい、やっぱりだけど独特の文化なんでしょうね、銀座のクラブとか行くのアメリカないですもんね、こういう感じのとこ。女性が横に座る子って接客をするのは違法ですので。え、違法でしたっけ。そうなんですか。はい、そうか、そうか。カウンター越しであれば大丈夫なんですけど、まあ、州によってアメリカは法律が違いますので。違いますね、それはもう一つ一つの国ですからね、はい、そうですね、はい、合衆国ですので、はいはい、カリフォルニア州はそういった法律でした。はい、あのワッチさんはさ、はい、話、まあ、あれなんだけど、はい、ダイエットかなんかされて、なんかコマーシャル出てくるんじゃない。あ、そうなんです、今ライズアップで10キロぐらいダイエットしまして。すごいデブだったの。すごいウエストが82センチぐらいあって、もうおっぱいで言ったら E カップがここにお腹についてたみたいな感じから、やっと人間の形を取り戻しました20キロぐらいダイエットしたの。10キロなんですけど、体脂肪で言ったら 20% ぐらいかな。胸は何カップですか。胸は I カップですちっちゃい、ね、変わらず胸だけは、まあ、胸は変わらずにうまいことしたんですけど、はい、すごいじゃないですか。もうトレーナーさんがすごい頑張ってくれて、どのぐらいで何ヶ月ぐらい。4ヶ月ぐらいやらせていただいて。50キロね、まあ、50キロが40キロってこと。そうですね、51だったのが40キロ。大努力だね。いや、健康になりましたね。野菜が美味しくなって。じゃあ先生ライザップじゃない違うの。ね、僕はただあのご飯減らしただけです。運動されてない。ご飯を減らしただけ。あの お米食べないやつです。ああ。なんだっけ、なんとか糖質。糖質制限。なんとか制限ダイエット。ありますよね。あの野菜と魚しか食べないみたいな感じのやつ。少しダイエット。頑張ります。お二人から話を聞いて頑張らせていただきます。銀座の一流店の女性はさ、あんまり太っちゃダメなの。そうですね。うん、だけど、まあ、まあ美人だからね。どうですか。今日照明係に来たんだから。美人の照明係として。でもね、太ってないし全然大丈夫ですよね。前は何をやられてたんですか。私はずっとあのキャバクラに勤めていたので。銀座のニュークラブやキャバクラで勤めていた初めてのクラブで、すごく毎日緊張してるんですけれども、新鮮で楽しくお仕事させていただいてます。戸惑いと、ね、戸惑いと客層違いますよ。違ったでしょ。違います、ね、皆さん本当に優しくて楽しいです。
はい、どう違う、俺そういうとこあんま行ったことないんだけど、どんなふうに違うのかな。そうですね、年齢層もキャバクラユニクラブだと若い方も多いですし、まあ、会社員の方もサラリーマンの方もすごく多いので、やっぱりクラブと社長さんが多いのかなと思うので、話すの緊張しますし、勉強になります、すごく話してるだけで。はい、今何歳ぐらいですか。27になります。和智さんは。私28ですね。一緒ぐらいなんだ。星さん、芸能どのぐらいやってんの。そうですね、グラビア始めて10年ぐらい。そんなやってんだちょっとなかなか地上に出れず、すみません申し訳ないいや、でも銀座だと、やっぱライズアップしてもまだこっちの方ですかね。まあ、バランスは取れてるんじゃないかな、ね、実際面接行ったら、まあ、使うか使わないかわからないいやロンマンさんは女性のそういう、うん、銀座の子なんかもそうだけど、見る目すごくありますよ、ね、だから、やっぱ霊感ママの好みかどうかと思うんです。それは使うから。ママの好みが多い。そう、七重ママだったら使うか使わないか、俺は分かってるけど、言わない。まだ次々と、いろんな人が出演しますので、はい、話したことありませんか。ママない、何か。私、YouTube のチャンネルを持っております、うん、シャラチャンネルと言いまして、英語で配信